よーし、ってことで皆さん、こんにちは。ようやくこのタイミングで3週目の売上本数が出てきました。ですので、今日はこちらを確認していきましょうか。皆さん、何本売れたと思いますか？いやー、けど、思ってるより粘ってんじゃないかなと思いました。まあ、てっきりですね、1万本割ってくる可能性があるんじゃないかと、いうことが言われておりましたが、1週目が約33万本、2週目が、約4万本かな売れておりました。まあ、厳密には4万本弱売れておりました。で、3週目、約1万4000本となっております。まあ、これが多いのか少ないのかって言われると、非常に難しいところではありますが、ただこう見てみると、まあ結構売れてるなっていう印象ですね。で、これは、まあ来週40万本超えるっていうのは難しいと思いますが、まあ累計で言うと多分5週目に入る頃には、ね、パッケージ版のみで国内で40万本超えるわけだから、まあ別に悪くはない数字ではあるのか。まあその FF15 とか、そこら辺と比べると、まあ売上本数自体は激減してますが、ただまあ、こう見てみるとそんなに悪くはないのかね。まあそんな感じでございます。はい。で、1位がなんと、ティアキン。ティアキンが1位か。またまた買いっていう感じなんですが、ただまあ他のラインナップとか見てると、まあそんなもんなんでしょうね。で、3位がマリオカート8デラックス。こいつやばくない？マリオカートマジで売れすぎじゃないか。なんか毎回上位につけてるんだけどさ、どんだけこれ安定感あるんだよっていう。で、あとはまあレインコードであったりとか、まあレインコードっていうのはチューンソフトが出した、完全最新作となっておりますね。これも結構好調ではあるよね。これ国内パッケージ版のみで、そのうち累計10万本超えそうな勢いなんで、まあ実はそんなに悪くはないのか、レインコードも。なんかどれぐらい売れるんだろうと思ってたけど、結構売れてますね。で、あとはマイクラか。で、マイクラ。で、任天堂スイッチスポーツなんかじわじわ売れてるね。100万本軽く突破してるんだ。すごいね。あとスプラトゥーン3か。で、あとスマブラ、リングヒットアドベンチャー。なんか、だんだん似たようなメンツになってきたよね。なんか鉄板みたいな。スプラ3入って、あとマリカ入って、スマブラ入って、で、リングヒットアドベンチャーみたいな。で、一時期あつ森ってめちゃくちゃすごかったじゃん。なんかほぼ毎週のようにあつ森入ってたんだけどさ。2020年と2021年かな。ただこう見てみると、まあ、常にランキング外になっていて、下手するとトップ30から最近は落ちてることもあるよね。まあ、そこを考えると、あつ森ってなんか初動はすごかったけど、逆に初動すごかった分、なんかもう地合売れしてなくて、もう完全に売り切ってしまったんだなっていうのが、これを見てるとわかりますね。まあ、じわじわすら売れねえのか。これを見てたら。けど、そう考えると、マリオカート8デラックスってすごいよね。マリオカート8デラックスだけなんか発売日おかしくない？まあ、スマブラも大概おかしいけどさ。いやけど、それにしても、スマブラマリカってやっぱり鉄板ソフトなんですね。っていうか、ニンテンドースイッチがやっぱり強すぎるな。これ見てると。圧倒的すぎるよね。完全にこれは独占状態ですよ。まあ、そんな感じでございます。まあ、ファイナルファンタジー16もね、まあ、発売したのが、6月22日となっておりまして、で、来週でちょうど1ヶ月か。まあ、いつまでこのランキングに乗るのかっていうところがちょっと気になる点ではありますが、ただ思ってるより3週目で粘っているから、まあ、悪くはないのかね。はい。まあ、総括的には言うと、まあ、そんな感じでしょうか。まあ、他気になる点としましては、まあ、そんなないかな。けど、やっぱり気になる点としましては、まあ、新作ゲームってここ最近めちゃくちゃ出てるんですよ。インディーズ含めてめちゃくちゃ出ているんですが、結局なんかこれ見てると生き残ってるのってさ、なんか、ティアキンとか FF を除くと、まあ、レインコードぐらいしかないんだと思って、なんかそこがちょっとびっくりかな。やっぱりその夏って結構いろいろなゲーム出るじゃないですか。
まあ7月8月も結構ラッシュで出てくるんだけどさ、6月もかなりのゲーム出てるんですよ。けどそれらが全て県外だと逆にすげえよな。まあそれともやっぱそのスプラ3とかスマブラとかマリオカートとかマイクラとかやっぱメジャーなゲームが強すぎるのかっていうところもあると思うんですが、ただなんか結構似たり寄ったりになってきてるんだなっていうのがこれを見てもらうとわかるんじゃないかなと思いました。はい、まあそんな感じになっておりますので、ぜひ皆さんの感想だったりとかこれを見てどう思ったのかっていうところも共有していただけると幸いです。はい、いやーけどティアキン強えな。ただ来週はピクミンが出るから、まあランキング的にはピクミンが1位にまたなるでしょうね。ピクミンが1位になって、あと夏モンっていうねゲームが別途あるんだけど、皆さん夏モンって購入されますか？そもそも夏モン知らねえわっていう方多いのかな。まあれっていうのが、僕の夏休みをプロデュースした方が独立して新たな会社を立ち上げて、で、まあ、そこが出している、まあ、ゲームなので、まあ、僕の夏休みってわけではないけど、まあ、やっぱりそれに似たようなゲームになっていて、まあ、あんまりなんか話題には上がっていないんだけどさ、あれ個人的には楽しみなんで買おうかなと思っているんですが、まあ、ぜひね、ちょっと購入するぜっていう方はコメント欄にコメントをお願いいたします。あれ結局どうなんだろう。あとはあれだな、マリーのアトリエが、今週発売してるから、まあ、あれそんなに売れるゲームとは思えないからさ、まあ、ほぼ売れないんじゃないかなと思ってるんで、まあ、これもこれで、ね、まあ、初週売り上げは2、3万本ぐらいじゃないかなと予想してるんで、まあ、パッケージのみだと。まあ、ダウンロード含めて、まあ、4万超えるか5万超えるかみたいなところでしょうかね。まあ、あれ、マルチプラットフォームだからちょっとなんとも言えないけどさ。はい。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、一旦ちょっと動画終わりましょうか。終わりますか？てか、リングヒットアドベンチャーめっちゃ売れてるね。341万本なんだろ、累計。すごいな。なんか、サラーと流したけど、341万。化け物すぎない。これ見てびっくりしたわ。だってこれマイクラ超えてるじゃん。マイクラ超えてて。で、これはまあ、あ、でもリングヒットアドベンチャーでダウンロード版ってあるんだっけ？これはあれか、パッケージ版のみしか、物理的に、なんかあの機械みたいなのあるからさ、ないってことか。だからまあダウンロード版とパッケージ版含めて341って考えてもそんなに売れてないのかね。どうなんでしょうか。これ判断結構難しいね。だからリングヒットアドベンチャーについてはなんか海外ではあんまり売れてなくて国内では結構売れてるっていう話は聞いてたんですが、まあ341って聞くと結構売れてるような感じがするけどそうでもないんかね。まあいいや、そんなところで今日の動画一旦終わります。お疲れ様でした。